そういやみんな見た、タッチノートのランクの割合、シーズン12スプリット1マスター 5%、 20人に1人やね。シーズン13スプリット1プレマス 0.1%、1000人に1人です。同じマスターでも20人に1人のマスターと1000人に1人のマスターがいる。プレマス込みで 0.1%、 でそれが次のスプリットになると、あの 0.1% だったマスターが 0.45% になるっていう 4.5 倍に跳ね上がります。上下が激しいのよ。シーズン13スプ1はダイヤ 1.25% でスプ2が 8.05% だね。だから僕のプレデターになった時はプレマスが 0.1% で、でそのうちの中でプレデターだったから、多分もう上位 0.0 何パーみたいな話になってくる。なんか1人電池切れてるけど、一番タチの悪い回線の切れ方してるって。負けたらマイナスもらうの僕らなんですけど。おっしゃー、おととい来やがれー、ヒャッホー。俺が上位 0.1% のプレマス隊の中でのプレデターの実力だ。分かったか。いっけろー。バッテリー欲しいな、それ。